どうも、山田ギロです。先ほどと引き続き倉方さんにはご登場いただいてます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして真ん中に座っていただいたのが、もう結構な長い付き合いになる高岡さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。結構な長い付き合いになるって言ってみて、でもほぼ同じぐらいかな。僕がだから倉方さんにお会いするちょっと前ぐらいに、うん、関西で高岡さんとご一緒してる。ね、全然お互いね、それぞれ知らないところとか、うん、単独独立して、そうそうそう、実は同じ頃で、今3人とも関西にいるっていう状態 で今一緒にこう3人並んでいる、ね、3人並んで50代あの頃は我々若かったっすね、まだね、ピチピチしてたんですよね山根さんまだね、こう坊主頭坊主頭でしたよね、そういえばねもう十分におっさんになりましたけれどもそんな高岡さんを紐解きながらですね、紐の制作者であるこの動画から見た人何を言うか分からんでしょうけどね、紐の制作者で本当に紐の制作者と思われるかもしれませんが、倉方さんにちょっとそれこそ紐解いていただこうかなというふうに思いますので、高岡さんに、いやもう18、17年来ぐらいのお付き合いなのに今更聞くのもなんなんですけど、やっぱり僕は高岡さん不思議なんですよ。何をされている方なんですかというのを、いや山崎さんにも言われたくない。確かにそうやわ。いやそれはね、実は僕が一番よく言われることで、だからね、あんまり人に言えないんですけど、でも、ね、僕と同じくらい分からないんじゃないかと思ってるのが高岡さんで、建築家と名乗っているというお話を聞きましたが、僕が知る建築家の範疇をもう大きく超えている今までの活動を見るとですよ、いうことで、まずはですね、何者ですかということをちょっと教えていただいていいですか。そうですね、何から話せばいいかな。でも最近のトピックで多分多くの方に知っていただいているであろうことは、うん、倉方さんと一緒にやって池フェス大阪っていう建築を一斉に公開するっていうイベントをもう10年やってるんですけれども、はい、あれは縮めて池フェスですよね。そうです、多分命名したのは倉方さんなんですけど、生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪の生きたの意と建築の家とフェスを取って、イケフェス。イケフェス。なかなか理解してもらえないんですけどね、その縮み方はね。そうですね。まあ、あれも、もちろん、イケてるとかをかぶせてるんですけど、うんうんうん、一応、よくね、ほら、頭文字、英語で取るじゃないですか。確かに。ここ、日本だから、日本語の頭文字取ればいいじゃないかっていうので、生きた建築でやって。だから、いいイケなんだ。そう、イケフェス。まあ、言いやすいんでね、私として。それをじゃあ今高岡さん、それの実行委員会の事務局長を、事務局長としてやってますね。なるほど。はい、高岡さんがいないともう始まらない、回らないですから、うん、それは間違いない、間違いないって言ってる謙遜しない、そうなんです、そこは謙遜しない、しない、しない、うん、なるほど。そういうのやってて、はい、いつ設計してんだと思いますか、ね、いやだから本当にもう笑い話なんですけど、うん、設計は週末やる感じですね。すごい本業じゃないんだ。そうそうそう、週末、週末趣味で設計するみたいな状態になってて、それでいいのか俺はって思う。じゃあまずそういうイケフェスもあるし、はい、まあ、そういうなんて言えばいいんだろう、広く建築の魅力を皆さんに知ってもらうための活動を、まあ、結構昔からやられてますよね。でもともとはもう少し前に坂間、まあ、山崎さんの知り合った頃は、はい、建築に特化するというよりはもうちょっとこう街づくりに寄ってたんですよね。大阪にその船場っていうすごい歴史の古い街があるんですけど、はい、その頃私は今の、昔の大阪一大に所属してて、はい、でそこにこう船場アートカフェっていう、こうサテライト、ちっちゃいスペースを大学借りて、はい、でそこにこう教員が張り付いて、うん、地元の人たち一緒になってその地域の課題を解決していくっていう、そういうプロジェクトの担当やってたんですよ、うん、で船場に行った時に、まあ、船場の前に何があるか、資源が何があるかって言ったら、まあ、近代建築と呼ばれる歴史のある建築が結構たくさん残っている、うん、でこれを使わない手はないんじゃないかっていうようなところで、うん、まずは船場のエリアの中で建築を公開したりとか、建築をサイトにしてアートイベントをやってみたりとか、うん、でそういうのをこう積み重ねていって中で、まあ、そのイケフェス大阪っていうのもある意味生まれてきたんですけど、なるほど、まあ、そういうことをやってきてますね。そういう活動って、うん、いやもう本当に大切だなって、僕も同じ大阪で横目に見ながらありがたいことやっていただいてるわと思うんですが、倉方さん、こういうことをやっている都市って他にもあるもんなんですか、近代建築に注目して。うん、最近、まあ、京都で去年から京都モダン建築祭っていうのがあったり、そうですか、うん、はい、あと今年から神戸モダン建築祭があったり、あ、そうですか、実は来年から東京建築祭っていうのが始まるんですけど、言っちゃっていいんですか、はい、今日ちょっと実は
地味に告知が始まってたりする。そうなんや、はい、まあまあ、うん、いいんです。まあちょっと詳しい話も、でもね、いや、ただまあそれも私も関わってるんですが、うん、いやでもね、やっぱり今おっしゃったやっぱりイケフェス大阪って特別なんですよね。つまりなんかね、普通建築の公開したりするイベントやると建築になっちゃうんですよ。だからやっぱり建築を見るためにみんな参加するし、うん、建築のことを知らしめなきゃいけないみたいな雰囲気にどうしてもなるんですよ。だから今までJIA でも学会でもやっぱり建築のことをもっと知ってもらいたいって言っていろんなことをやってるけど、はい、どうしてもそれはね、建築から始まり建築で終わっちゃうんですよ、うん、なるほど。でも池袋大阪っていうのはそういうのと違う空気が流れていて、それ今おっしゃったように、うん、やっぱりこう街をもうちょっと盛り上げて、俺は知ってもらいたいと、うん、でその魅力の一つが近代建築であるっていうふうに、その枠組みが最初に大きく街っていうのがあった後に、まあ、そこに建築もありますよ、あるいはそういうところでこういうふうなイベントをやったら楽しいんじゃないですか、あとこのビルをこうやって使えるんじゃないですかみたいな、やっぱり街から始まってるっていうところが、まあ、高岡さんも本当にそうだし、池別大阪なので、どうしてもあの初発の時期から流れてるあの空気っていうのは、なかなかね、新しく始まったイベントでは非常に難しいんですよ。そうか、はい、じゃあその下地があったから池別が独特な形になっていた。そうですね。そういう意味で言うと、池別大阪が始まった最初の頃って、最初3年間は大阪市の事業としてやってたんですけど、その主管しているのが大阪市の都市整備局っていう、その街づくり担当の部局がやってたイベントなんですよ。多分、いきなりこうオープンハウスイベントをやろうとすると、うん、こう建築家の何かこう団体とか、建築学会とか、はい、建築を知らしめようっていう団体が始めると思うんですけど、うん、池別はそういう意味では出自が違うんですよね。町をもっとよく知ってもらおうとか、町の魅力を知ってもらおうっていうところで、まあ、そのアイテムとして建築だっていうところから始まっているので、うん、まあ、そういう意味では他のオープンハウスイベントとはちょっと空気感が違うっていうのはあるかもしれないですね。そうなんですよね。この今空気感とおっしゃったものって、はい、まあとはいえ建築を見に行くわけだから、はい、建築が大好きな人たちが建築を見てほしいイベントと、池フェスは素人が見に行った時に、おやっぱり街だなって思う、ここの余白の部分ってのはどんなところに現れていると考えられますか？一つあると思うのは、うん、その池別大阪で公開されている建物を行っていただくと、うん、でそこで解説をするのは、まあ、倉方さんみたいな干物製作者ではなくて建築士か建築士かではなくて、ああ干物製作者ではなく、こう専門の干物じゃなく、はい、その建物のオーナーとか、そこで働いている人が自ら案内をする。あ、生活だですよ。あ、だから生物ですか、干物だから生物だから、生きたっていうのは生物だよ。確かに生物の言葉が直接聞ける。そうです、そうです。そこで暮らしてきた人とか働いてる人の話が聞ける、うん、でそれはまあ建築の魅力でもあるけれども、そこで生活をしている、まあ、街を知るっていうことでもあるんですよね。確かにそうだ。だから池別も10年やってると、うん、まあ、近代建築のオーナーさんって言われて高齢の方が多いんですけど、建物を見に行ってるのか、うん、1年に1回あそこのオーナーのおばあちゃんに会いに行ってるのか、よくわからないようになってる人も結構いてて、うん、だから空気感っていうのは例えばそういうことですね。あそこは大きく違いますね、うん、それがやっぱり大阪に合ってるんですよね。なるほど。やっぱ大阪の方ってやっぱり全国で一番なんだろう、こう迎え入れるっていうか、うん、ずっと顔見知りじゃない人との付き合い方が一番上手な人たちですよね。だからやっぱああいう時に、その時来てくれる人に対してのなんか適切な距離の取り方というか、やっぱ都会人だなって思う。あ、そういうことなんですね。僕は大阪来て、もともとずっと東京なんですけど、うん、大阪が割と僕も馴染むのは、やっぱり僕都会が好きなんですよね。なるほど。だからなんか都会の社交みたいなところの、うん、あのやっぱりなんと絶妙な感じが好きだとすると、うん、東京よりも大阪の方が都会だなって、うん、都市的コミュニケーションの形式がある。そうそうそう、まあ、京都と大阪にね。それがミケフェスは本当にあのだからね、あのオーナーの方とかその迎え入れる側がなんか今年はなんかこの部材出してきてくれたりとか、なんかこれ持ち帰ってもらったり、何かしらねこう今年のもてなしみたいなのがあったりとか、あれを自然にできるっていうところがね。そうですね。だからまあ池別大阪も大きな謎の一つなんですけど、建物を公開する側の人はなぜそこまでやってくれるのか。事務局長、事務局長、自分が頼んでる側なのに謎。じゃそこまでやっていただくなくてもいいのにっていうぐらいのことを毎年やってきてくれるんですよね。だそこはああいうオープンハウスイベントをやるっていう都市の中では大阪はこうアドバンテージが確かにあるというような気はしますね。そうですよね。あの異常なホスピタリティの高さは何なんだっていう。
本当。だからまあ大津さんだからあのイベントがいいのは、うん、だそれよりは建築がこんだけの建築がまず立ってることが大阪の文化とかなとか、まあるいはそういうのが残ってるっていうところは大阪の人素晴らしい、残してる素晴らしいなっていうのもあるし、やっぱりあと大阪の人ってこんなにいいんだっていう、なんかあの建築公開を通じてやっぱりそういうふうなホスピタリティとか、あとまあ来た方がそれに感謝したりとか、なんかそれで逆に言うと刺激を受けるからオーナーの人も、あやっぱりこういう褒められ方するんだとか、あこういうとこなんだってなるから明日からまた頑張ろうと思う人が、大阪って間違いなっていうふうに参加者の方がみんな思えるっていうところもありますよね。うん、そうですね。で今倉田さんが言ったことすごい大きなポイントで、S 大阪っていうのは基本的にはその一般の市民の方々、大阪で暮らしている人たちに大阪の建築のことを知ってもらおうっていうのが一番の目的なんですけれども、一方で多くの人が自分の建物にやってきてくれると、うん、オーナーさんもやっぱ気持ちいい。なるほど。うん、自分の建物これだけ褒めてくれるんだっていう、で中にはやっぱりまだまだ自分の建物の価値っていうのを、うん、認識されてない方もたくさんいてて、特に戦後の建築っていうのは、うん、あの戦前の文化財になってる建物とはまた少し違うので、うん、こんな汚いビルみんな喜んで見に来るわけがないじゃないですかっていうところから始まるのも結構あるんですよね。それでも一回参加してくださいっていうふうにこう参加してもらうと、うん、こう人がたくさんやってくる、でこれは一体何なんだっていうふうに思うんですよね。ですが何回こう繰り返してくると、うん、もしかして自分が持ってる建物ってあいい建物なのかもっていうふうにオーナーの意識が変わってくるっていうところもあって、その両極なんですよね。見に来る人にもこう気づきがあるし、迎え入れる側にも気づきがあるっていう。すごい。それ今イケフェスのその建物として紹介してくれている箇所数、はいはい、何箇所ぐらいあるんですか。今年で170件。170の人のまず意識が変わってるわけですね。そうですね。うちの建物結構イケてるやんというふうに思うようになったと。すごい。これは年々増えていってるわけですか。基本的には増えてきてますね。まあ、コロナの間2年間あそうそうそうちょっとこうオンラインに切り替えたりっていう時期はあったんですけど、基本的には増加してきてますね。めちゃくちゃじゃあ大事な活動ですね、それね。そうですね。でそれもやっぱり最初はその戦場の近代建築とのこうつながりがあったので、まあ、それが核になっていて、うん、であの建物のオーナーの皆さんは自分の建物を公開するってことも、まあ、もう慣れてらっしゃるので、うん、こちらからこういうことやりたいんですって説明に言ったら、まあおそらくこんなことかっていう皆さん想像できてしまうの で、 で戦場でやれば絶対間違いなく成功するっていうのはある程度見込みがあったんですよ。でそれを何度か繰り返すと、で実際やった実績を見てもらったら、あなるほどこういうことかっていうのを新規参加の建物の方々も理解してもらいやすいので、まあ、戦場を中心にしてこうちょっとずつ広げていけば、まあ、おそらくうまくいくだろうっていう見込みはなんとなくあったんですよね。そういうことか、うん、これ倉橋さん東京とか例えば福岡とか別の都市で展開しようと思うとき、うん、これちょっと人種が違うじゃないですか。そうです、ね、関西人とまたね、なんかうまいこといくもんですね。結構オープンハウスのオープンハウス建築公開イベントが面白いのは、なんかその意味では街の個性がすごく出るっていうことで、だからその意味では街ごとにやっぱり全部違うやり方であるべきだと。あ、そういうことか。だから僕も京都も関わってるし、まあ、今度東京でも関わるんですけど、やっぱりそれは例えば京都だと、やっぱりこう観光とか文化財が強い街なんで、そうか、だから逆にその観光京都市の観光課とか文化財課から言ってもらった方が話が通りやすいんですよ。なるほど。あとはやっぱり多少お金を取った方がむしろ京都の場合はうまくいくんですよ。そういうことに慣れてるから、逆にお金を 取ったり払ったりするのが礼儀になってるみたいな。そうかそうか。あとでもね、やっぱ京都もでもなんだろう、外から見るイメージと違うっていうか、例えば京都だとまあ、もともとの番組小学校っていうか、まあ、小学校ですよね。あれが大阪もすごい立派なのだったけど、大阪は全部壊しちゃったので、東京は復興小学校があるようになってて、京都なんかやっぱり番組小学校で、まあ、人小学校とかあれとか、戦前のいい建物だったりもするんだけど、それがもう使われなくなっても残ってるんですよね。うん、であれってもともと番組小学校って地域のコミュニティの核としてできてるから、ただの学校じゃないんで、市の方も壊したくても壊せないですよ。確かに。うるさいじゃん、地元の人が。みんなお金出したりね、労働出したりしてますからね、あそこね。だから地元では管理してるんだけど、ただその時は、モダン建築祭の時はそれをオープンにしたりとか、だから意外とその地域コミュニティの理解があると、意外なことができたりとか、あとお寺さん。今回も今年も西本願寺東本願寺さんのがすごい近代建築昭和初めの鉄筋コンクリートの走りのものとか、いい建物持ってるんですよ。だからやっぱり京都だとやっぱりまあ大地主だし、とにかく大きなプレイヤーがやっぱりこうお寺さんだと。ただね、
お寺さんなんか、まあ、行った担当の方が良かったっていうのもあるんだけど、すごいなんか割と前向きに、あの高松晋さんの接待所って地下にあるホールみたいなところも、うん、あれもすごい昔から好きだからあれ公開したいなと思って行ったりしてると、割とねそのお寺の方が、うん、ね、どうやったら公開できるかってことから考えるんですよ。前向き、前向きだからなんか、うん、いい行政の人みたいな。なるほど、行政の人も悪い笑われてない、行政の人は、まあ、あの断る理由を探すけど、あのいい行政の人ってどうやったらその案件が中でうまく通るようにうまく根回ししたりとか、うん、どうやったり実現するかを考えるプロが、まあ、いい本当の行政の人ですよ。そういう意味でお寺さんってあれが公的だってことなんだなと、まあ、宗教法人が持ってる公共性っていうことは、やっぱりああそういうことがなんとなくやっぱりね、あの中にあるんだな、なんとなくお寺さんっていうとちょっとこう閉鎖的だったりとか、うん、そういうイメージありますよね、うん、でもなんかむしろあのおおらかなランドオーナーだし、公共性を持ってるプレイヤーがお寺さんなんだなっていうのは今回関わってすごい分かったし、でそうなってくると京都お寺の町ってそれは正しいんですけど、お寺の町って生きたお寺の町なんだっていうふうに見ると、近代建築を通して京都のイメージももうちょっと変わっていくっていうふうに思います。やっぱり行うことによって結構、まあ、いわゆるベタな大阪じゃない大阪、ベタな京都じゃない京都みたいな、まあ、それはすごい地元の住んでる方にとっても、あるいは何だかんだ言ってもそうは言っても池別大阪もあれも、まあ、中に住んでる人がメインなんだけども、でもやっぱりそのためにね来る方もいらっしゃって、その時にやっぱり別のイメージを持ってもらったりするっていう意味でも、そういうところはなんか共通してるかなっていう。そういうことか。今お寺をきれいに3枚に下ろして干物にしてもらいましたお寺って僕はお寺しか見てなかったけど、お寺の公共性についてこんだけ説明してくれるからようわかるという。なるほど。玉川さん、ビルマニアカフェってやってましたよね。やってますよ。あ、やってました、ごめんなさい、やってますね今もね。あれは始まったのはもっと前ですか。ね、でもね、最初に始めた2006年だから同じぐらいですね。同じぐらいか。浦方さんと出会ったのも、まあ、それがきっかけみたいなのもあの取材に、はい、あ、そうだったんですね。当時浦方さん、ドコモモンっていう、あれ連載でした。そうそうそう、連載です、日経アーキテクチャね、ドコモモンっていう。そう、それで相談、あ、そう、ビルマニアカフェっていうのは、まあ、多分多くの方知らないと思うので、あのそれはあれですね、あの、まあ、今僕が関わっているのは、その戦前、いわゆる大大阪時代と呼ばれた時代に建てられた近代建築の魅力を発信していくっていうのが、まあ、割とメインと思われているんですけれども、うん、個人的には、うん、戦前の建築よりはその戦後、戦後の、ね、高度経済成長期に建てられた町のなんてことないビルが個人的には大好きなんですよ。なるほど。1960年代、50年代後半から70年ぐらいかな。ぐらい。なるほど。実はそれが好きな人が何人か仲間にいて好きな人、そうそうそう、でその5人で結成したビルマニアカフェっていう、もうマニアって自分で選べてる、そうじゃないで、それで、まあ、そういう、ビルに押しかけていって、はい、その部屋をこう2部屋ぐらいこう週末ですか借りて、そこでイベントやって、イベント目的に来た人に、いやいや、このビルのことももっと見てよ、みたいなことをやってたんですよ。やってるんですよ。そう、でも結構長いことやられてますよ、ずっと長くやってた、千日前に、味噌のユニバースっていうキャバレー、その地下にキャバレーがあって、はい、でそこを夏借りて、トロピカルビルパラダイスっていう。あの菊水丸師匠に来ていただいて、矢倉君で元キャバレーでなぜか盆踊りをやって謎のイベントだったんですけど、でそのことやってたら倉方さんが一歩遠くへどこのもんっていう、まあ、時代的に同じぐらいの時代ですよね。あのそのこう正当なっていうか、メインストリームの建築ではない建築を取り上げるっていうのをやられてて、似てますね、そうコンセプトがね。そうそうそう、ごめんなさい、見て、僕の YouTube 見てる人、建築の専門家じゃない人が多いので、あのどこの門って言われても、これは何をもじったのかとか、なんか伝わらなくなるんですよね。今、どこの門って言って、まあ、正当ではない、どこの門やみたいなことを探ってるとは言うんですが、どこの門って、どういう感じで付けた名前ですか。もともとそうですね、あのドコモモジャパンっていうのはドコモモっていう、これはいわゆるモダニズム建築というか、いわゆるその、まあ、箱みたいな、四角い箱みたいな機能主義的、合理主義的な建築っていうのは、まあ、でその洋館みたいなのとなんとなく価値があると思うけども、うん、なんかそういったこうモダニズム建築みたいなものは普通の人は価値がないと思うと。でもそういうのにもやっぱりすごく時代を象徴してるし大事な作品なんだってことで、うん、ドコモモっていう国際団体があって、
まあ、そこが例えば日本のドコモジャパンっていうのだと、うん、なんかこう前川邦夫さんの建物が壊されるってなると保存用の防止を出したりとか、うん、あとまあこういう建築は大事ですよっ てあらかじめ100とか150とか選定したりとか、うん、そういう活動を行って、で私も一応会員なんですけど、うん、ただその、まあ、でドコモモっていうのはそのドコモモの、まあ、一応文字なんですよ、文字なんですね。なぜかというと、まあ、ドコモモも最近ちょっと変わってきましたけど、やっぱりなんかこうそれでノミネートされたりしてる建築が結局なんか丹下健三とか、そうですね、前川邦夫とか結構王道ですね。そうそう、なんかね、結構建築家、有名建築家の作品だったらなんかあのいいのかみたいな感じのこう皮肉っぽく見ると、だからそのどこのもんっていうのはいわゆる有名建築家の作品じゃないというか、あるいは建築家の名前が知られてないけども、うん、けれどもいい建築を取り上げようっていうのが、そのどこのもんが作ったのか分かんないから、どこのもんってどこのパロディでしてたんです。だからそういうのでビルマニアカフェとかね、あの高尾さんの活動と、そうなんですよ、たまたまこう東西で、うん、あの同じ頃に同じようなことを考えてたっていうのが今ここで融合して、ね、融合して同じ関西で一時期は同じ学校でも教えていて、ね、こんなことになるとは、ね、面白い。まあでもやっぱり高岡さんはそういう意味でさっきのね、あの元々の旋盤のその近代建築から、まあ少しこう、まあ横のネットワーク、近代建築オーナー同士のネットワークも作っていこうっていうのがやっぱり池別の大きな核になる。でも一方でやっぱりそのビルっていう戦後ビルみたいなものに対する、まあ、好きな人も同時に同じ高岡さんだったので、確かに、まあ、それがやっぱり池フェスのなんかこの幅の広さを作ってるんですね、うん、普通はなんとなくやっぱり近代建築中心だとそっちになっちゃうんだけど、うん、だからそこでやっぱりその、無名のビルとか、あとはそこでなんかこういう風にイベントやったら面白いんじゃないかとか、遊びの要素とか、それがやっぱり一つになってイケメンの大阪になってるっていう感覚がなんかすごく多くの人をまあ取り込んでいくっていうか巻き込んでいく。そうですね。だからそこはもう僕の中で裏ミッションなんですよ。おお。イケフェス大阪といえば千葉のレトロ建築。そういう看板、表看板を作っておきながら、ちょっとずつちょっとずつその戦後のこうマニアなビルを。ビルいいでしょ。うん、そうそうそう。ちょっとずつ加えて。これ分からんだろう。分からん。気づかんだろうってことで。ちょっとずつ加えていって、今ねそこそこね取っていけば。その戦後の高度経済成長期の、まあ、なかなか文化財とかっていうふうに認められるわけではないけれども、その時代を象徴しているビル、まあ、そういうのが結構少なくなってるんですよ。あ、やっぱり、やっぱり。あ、そうか、うん、もうだって50年60年とか経ちますもんね。そうそうそう、文化財になってもいいぐらいの古さなんで、あ、そういうオーナーがもう古いから建て替えようとかなっちゃう。そうそうそう、まあ、高岡さんはやっぱり、ね、同時に建築家とか設計者なので、うん、やっぱりそういう近代建築戦前にしても、うん、戦後のそのビルにしても、うん、やっぱりなんかこう相談に乗ってくれるというか、まあ、要するに改修設計をしたりとか、うん、なんかそういうふうなことが同時にできるっていうのがまた大きいんですよね。そうですね。まあ、今も細々と設計活動やってるんですけど、受けてる仕事って別に選んでるわけではないんだけど、うん、ほぼ船場の中なんですよ。すごいすごい、すごい効率いいですよね。現場に自転車で行ける距離っていうのがすごい。コミュニティアーキテクトだ。いや本当そうなんですよ。やっぱり古い建物を持ってる消費者の方でやっぱりすごい悩みをいろいろ持っていて、まあ、もちろん耐震性能のこともそうだし、雨漏りもそうだし、だ回収するときに文化財としての価値を損なわないように気をつけないといけないし、でそのこう大きな設計事務所とか、なかなかこう大事じゃないですか。確かに、じゃあちょっと高岡さんに聞いてみようみたいな感じで、相談してきてくれるので、するともうほぼほぼリノベってことになるんですか。そうですね、まあ、そうです、あの設計してもほぼリノベです。ですよね、その新築、ね、はもうずっとやってないです。あ、すごい。でそれが自分の設計につながらなかったとしても、うん、まあ、その建物がこう良好にされる結果になっていったりとか、うん、愛があるな、うん、すげえな。でも大事っすね、じゃあそういう人の街にいるって。そうなんですよね、それ気軽に相談できる人がいるっていうのはやっぱすごい大きいなと思うんですよね。いや普通やっぱ分かんないですもん、うん、一般の方が昭和の頃のビル、まあ、1960、70ぐらいのビル持ってますと、うん、でもだいぶ古くなってきたなと、こんなもん価値あんのかいなというふうに思っているときに、それって価値あるんすよ、見方によってはいいんすよって言ってくれる人がいなきゃいけないし、じゃあそれ改装してちょっとなんかうまく使えるのって言った時に、こういうふうにやれば価値を知らずに改装もちゃんとできるんですよっていう提案してくれる人がいたりもする。こういう街ってすごい大事だけど、それを全部一人でやってるってことですよね、今ね。今のところすごい、そら忙しいわ。ほんで大学の先生もやって、いや近畿大学いいですよ。まああの
感覚の人間が言うのもなんですけど、本当近畿大学の建築ね、揃ってる。だってこういうことやる人もいるし、現代的なことやってる方がね。でもいろいろで、まあ、リノベーションでもう一人他の方もいらっしゃるし、ね、ちゃんと新築やる人もいるし、建築計画の中にももうすごい人がいるし、近代建築やっぱすごいなって気がしますね。今の近畿大学の近畿ですね。あ、近代建築、近代建築ね。これおもろいですね。それ結構打ち間違えるんですよ。もうパソコンが覚えちゃってるので。近代建築って打つと、そうそうそう。だから近代の近代って、モダニズムの近代建築と、近畿大学の近代建築。結構混ざる。確かにそうだ。なるほど。高岡さん何者ですかっていう意味では、それは分からない。これね、今は分かったと思います。分かったと思うけど、やっぱり漠然としてると分かんないぐらい守備範囲広すぎますね、これね。まあでも逆に言うと、うん、僕ほぼ大阪のことしかやってないんですよ。なるほど。だから分野というかテーマはめっちゃ広いけど、うんうん、エリアは限られてる、うん。そうそうそう。だからできてるっていうところはあると思いますね。なるほど、そういうことか。別に限定してるわけでも何でもないんですけど、大阪のことしかもう僕のところに来ない。幸せだな。それは。まあ、本人にとってもだし、大阪の町にとっても幸せなことだな。そうそうそう。なるほど、そうでしたか。よくわかりました。もう十何年の付き合いで、ようやくわかった、つかめるようになってきたということでした。じゃあ、高岡さんの会はこれで終わりになるんですけど、はいはい、倉方さん、うん、そのまま居残りでいいですか。あ、いいですよ。もう一方ここに呼んでみたいというふうに思いますので。はい、じゃあ、まずは高岡さんでした。はい、どうも、ありがとうございました。